はい、どうも月曜劇団です。月曜劇団の西川さゆりです。なんで被せてくるの、はい、月曜劇団の上原理子です。はい、サクと代表をやってます。はい、演出を平劇団になってます。その、この月曜劇団2人きりなんですけれども、はい、2年ぶりに本公演を行います。はい、タイトルはちゃんとしてる沼です。はい、場所は、恵比寿町のインディペンデントシアターファーストでございます。はい、内容はどんな感じですか。内容はね、ちゃんとしてる、まあ、沼に生息してる人々を、はい、描いた、まあ、SF ヒューマンファンタジードラマでやと思います。 SF ヒューマンファンタジードラマ、まあ、ほんまかしたいという方とか見に来ていただければと思いますね。そうかな。なんなん、いや、新兵エステベスさん、はい、田口翼くんです。はい、もう僕以上にでかい男の子ですね。3回目ですね。3回目ですね。劇団よく出てくれてます。はい、それから、Take It Easy より中村マリアさん。マリアさん中心な感じで。まあ、今回だからマリアさんが中心で、はい、その周りで動く人たちになる。そんな感じもあり、ね、はいはい、あともう一人、スペシャルゲスト。スペシャルゲスト、エル・忍者さん。はい、あの国籍不明のリチャドールなんですよ。はい、まだあの稽古場でお会いしたことがなくて、写真撮影でしかお会いしたことないんで、はい、そろそろちょっと稽古来てほしいなという気がするんですけど、ご予約などはコリッチのチケットフォームありますので、はい、それでご予約してください。お電話でも受け付けてます。はい、はい、僕が出ます。はい、電話で。でもこれから私が出る時とかもあると思うので、そういう時はまたツイッターとかで告知していきます。なのでちゃんとしてみますそれは見ても楽しみってことでね、はい、よろしくお願いします。はい、おーっとこんな感じで、はい、こんなところで、はい、じゃあこれを BGM に